JR 大分駅すぐそばの地下道の入り口には、文庫料理と書かれた大きなのれんが。大分のおもてなし料理を提供する企画が、今年も大分市など8つの自治体で始まりました。参加店舗の1つ、レンブラントホテル大分では、14階の日本料理の店で文庫料理を楽しめます。日本料理、ふきのの文庫料理がこちらです。 見た目も華やかで中に何が入ってるんだろうとワクワクします11月末までの期間中ランチタイム限定で味わえるのがこちら文後消化堂弁当です昔からある大分の郷土料理を取り入れた料理を作ろうかなというのを考えました大分の良さと食材の美味しさを改めてあの実感していただいたらいいなとは思ってます 県産の魚をユッケ風にアレンジした琉球や、大分が誇るブランド地鶏、大分冠地鶏の鳥天など、郷土料理をアレンジした創作メニューが並びます。ちょっと贅沢な鳥天のお味はお肉の旨みがしっかりしてますね。普段食べている鳥天とはまた違う味わいで美味しいです。 大分の新しいおもてなし料理をコンセプトとする文豪料理、企画しているのは大分市の農政活です。その狙いは、大分にはすごいいろんな食材があって、まあ海のものも山のものもあるっていうところで、飲食店とまあ連携してみんなに食べていただこうかなっていうところで。当初参加したのは二十八店舗でしたが。 6年目の今年は72店舗に、年々認知度が高まっています。大分のおもてなし料理には、庶民の味の代表格ともいえるラーメン店からもエントリーがあります。一体どんな料理なんでしょうか。3年目の参加となる別府市のラーメン店、ここの文庫料理のこだわりは これカンムリジドリの丸鶏、えー、と鶏ガラとあともみじが入っていますいろいろ試した結果あうまみが違いますし大分カンムリジドリをじっくり煮込んでスープに使用自家製の麺にも県産小麦を使っています料理の名前はライフ大分一杯のラーメンで大分の食をアピールします楽しみに毎年 来ていただくお客さんもいらっしゃいますし、まあ、評判は上々ですね。冠地鶏ってこう、こんだけ味が濃いんだとか、えー、そういったものを体験していただきたいなと思います。大分の食材の新しい魅力に出会える豊後料理は、11月末まで提供されています。